高知競馬12レースファイナルレース1600です。能力偏差値ですが、a ランク1等 b ランク1等 c ランク2等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数、グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列。 右端が今回のレースとなっています。指数は、青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば、高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。8枠10番、オーチャードロードです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では、2層前、3層前、 4層前。走前5。走前に黄色線を上回っています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1600メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、4。走前はオレンジ色の着順が4着で、紫の丸が1300。3月はオレンジ色の着順が3着で1400。 1,400が適距離ですが、5月の紫の丸。今回と同距離の1,600では、停止数となっています。1,600は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが3頭います。この一角侵入予想図の状況からは、 ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4走前は、7番手からの競馬です。3月は、7番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は28で4位です。 上がり指数は28で5位です。平凡な上がり指数で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。レース間隔を見ていきます。横軸1目盛りが2週間の1開催を表します。今回は、2週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。 暫定丸を打っています六枠七番エラスムスです能力偏差値は二位で偏差値ランクは B ランクとなります金五層では四層前に黄色線を上回っています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと7月は紫の丸が1300 3月は 紫の丸が1400。1400が適距離ですが、5走前の紫の丸。今回と同距離の1600では、指数を下げています。1600は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、7月は後ろから、3月は8番手からの競馬です。後方からの差し。追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。 先行力は18で10位です。上がり指数は33で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。一枠1番、光栄爆心です。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、3層前。 4層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は紫の丸が1400 1月は紫の丸が1400 1400が適距離ですが2月の紫の丸今回と同距離の1600では低指数となっています 1600は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は2番手からの競馬です1月は2番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は31で3位です上がり指数は12で11位ですまずまずの先行力で後位につけられそうです展開面は 若干のプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています7枠8番シューラバラです能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では5層前に黄色線を上回っています特に5層前は黄色線を15上回る優秀な指数をマークしています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です 距離適正を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと5層前は紫の丸が17005月は紫の丸が20002000 2000が適距離ですが4層前の紫の丸1400への距離短縮では指数を下げています1600は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと5層前は後ろから 5月は5番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は31で2位です。上がり指数は32で3位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地・高地での出走です。 地方での指数は、中央より指数を下げています。上適性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。5枠5番、アートムーブメントです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、4層前に黄色線を上回っています。上がり指数が高評価できるのは、2走前は黄色線を5上回っています。 能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら、今回は指数を上げる順番です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4走前は紫の丸が1400、2月は紫の丸が1600、1600は守備範囲です。 展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと4走前は3番手からの競馬です2月は3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は26で7位です上がり指数は25で7位です平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです 過去一年間の対戦成績を見ていきます。暫定二重丸を打った十番の対戦成績は、七番に対し4 0、四勝礼敗八番に対し、一勝礼敗と勝ち越しています。十番の対戦成績は、高評価できます。暫定丸を打った七番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は、束と遜色ありません。暫定黒三角を打った一番の対戦成績は、有力馬との直接対戦がありません。 評価対象外です暫定白三角を打った8番の対戦成績は10番に対し0勝1敗7番に対し0勝2敗と負け越しています8番の対戦成績にはリスクがあります暫定×を打った5番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません以上の適性分析を考慮しました最終の予想印です本命二重丸を打ったのは10番 オーーーチャドドロードです能力偏差値はトップの A ランクです。距離とレース間隔と枠順にリスクはありますが対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは7番エラスムスです。能力偏差値は2位の B ランクです。距離にリスクはありますが展開を高評価しました。黒三角を打ったのは1番爆心です能力偏差値は 3位の C ランクです。距離にリスクはありますが展開を高評価しました白三角を打ったのは5番アートムーブメントです能力偏差値は5位の D ランクです調子を高評価しました罰を打ったのは4番サウスアメリカンです能力偏差値は6位の D ランクです距離と対戦成績にリスクはありますが展開を高評価しました以上 指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。